融合を描いた木が、広い額を本来の人体ではありえないほど大きく誇張して描いている。デフォルメ、デフォルマシオンとは絵画や彫刻などで対象を変形、歪曲して表現すること。現代日本では対象の特徴を誇張、強調して簡略化、省略化した表現方法との意味で用いることもあるが、これは日本独特の用法であり、 本来のフランス語には誇張や簡略化の意味合いはなく、力学、地質学、数学などにおける変形という意味で使われている。原始美術、近代美術、ギガ、風刺画、イラストレーション、漫画、アニメと世界各地のあらゆる時代の様々な絵画表現に見られる表現手法である。ただし、表現造作技術が知説あるいは未発達であるがゆえに、 バランスが現実的ではなくなってしまったものなどはデフォルメとは言わない。デフォルメとはあくまで作り手の主観の反映として意として変形させた造形表現である。よって単に現実的ではない造形を指してデフォルメと呼ぶのは妥当ではない。古くはエジプト絵画などにも見られる横を向いている顔に正面を向いた目の形と正面を向いた体を特徴とする。 人物造形などにもその始めは見られる。人体の構造からするとありえない顔と体制なのであるが、人物を描く際はこうを描くと意図して決定されていた様式である。日本の土偶などは、それがあくまでも人間を形作ることを意図して作ったものか、はたまた神や精霊など人外にあたるものを意図して作ったものかが定かでないため、 人体をデフォルメして作ったものだとして語ることは適切ではない。デフォルメとは対象となる原型を意図を持って変形して表現する手法なのであって、神や精霊はあのような非人間的な形をしているのだとして作られたのだとしたら、それはデフォルメではない。神や精霊をあくまで見たがままに写実的に表したことになるからである。埴輪についても同様である。馬に乗った 小さな人型の造形などを人間にしては馬よりも小さすぎるから人間をデフォルメしたに違いないなどと考えるのは誤りでそもそも馬に乗っているそれが人間であるとは限らない。神や精霊を馬が乗せているとするならばそれは人間をデフォルメしたものではなく神や精霊を人間が見た通りに写実的に表したことに他ならない。原始美術以降 自然を模倣し忠実に再現する時代を経て、中世から近代にかけては、東洋でも西洋でも、ギガや風刺画としてデフォルメされた絵画が数多く描かれる。近代美術においては、主観や感情を表現することを求め、強調して描きたいという感情や、画面の構成上の必要性を優先し、対象を変形し歪めて表現することが、個性的表現とされるようになる。 エルグレコ、第五の封印。16世紀のマニエリスムに見られた、本来の人体ではありえないほど、長すぎる体と小さすぎる頭による銃、頭身以上に引き伸ばされた人体表現。瓶や果物などの生物画を数多く残したポール・セザンヌなどは、自然の中に造形を見つけ出そうとし、自然を円筒型と球体と円錐体で捉えなさいという言葉を残した。 生物画というと見えたものをそのまま写実的に描いた絵であり、デフォルメとは対極に位置するものであると思われがちであるが、この言葉によるならば、生物画は主観による変形と単純化を思考した表現の一種であるともいえ、この単純化の思考は、形態の抽象化への方向づけをも生み出し、後にパブロ・ピカソラのキュビズムを生むことにもなった。16世紀にはマニエリズムと呼ばれる、 金整備を壊す海外様式が流行し、エルグレコなどは人体の比率を無視して異様に引き伸ばされた人物造形を描いている。日本の漫画、イラストアニメなどを語る際、キャラクターデザインや動作表現について小さく簡略化した造形の意味で用いられている。大事林賛成堂、ありがとうございます。